いかがでしたか、忽那さん。いやもう私とにかくむずもう本当にしんどくて、これ僕40テイクって今日伺ってでも数えてる人がいたんだと思ってでも結構必死で一日中つらされてやってましたね。よろしいでしょうか。でしょうか。目線必要な方は挙手いただけますか。イオン。風を切る、群れを感じない、ピースフィットトップバリュ。風を切る、汗を忘れる、ピースフィットトップバリュ。ワイヤーアクションだったんですけど、はい、その中でああいう動きなさってたのを今知ったのですごいなと思いました、うん、ワイヤーアクションお二人は初めてだったんでしょ、はい、はい、そうですね。どこか難しいところですとか印象に残っていること東出さんありますか。一番やっぱりこの服の良さもそうですし、やっぱり風を感じるっていうのは脱力することだと思うんですけど、腰の一点でその つられるっていう経験をしたことないので、うん、はい、ちょっと力が入っちゃったりするとなんかその良さが出ないなと思って、脱力っていうことを心がけてましたね。相当難しいのでっていうことで前日でにリハーサルしたんですけど、その前になんかケータリングすごい食べちゃって本当になんか逆流しそうな、もういやもう結構だから次良かったです。練習して次の日の撮影はもう絶対食事をしないようにしようと思って、お水も極力取りたくないと思って、なんか結構な新鮮な感覚でした最後のお二人のこう海辺ですとか草原っていうのは実際に行かれたんですか。 あれはハワイで素材を取ってきて、はい、だからスタジオがここハワイだからって監督がおっしゃってて、はい、行ったことねえしなと思いながらやっぱり役者っていろんな役をやるので、うん、あまり役に干渉しないようななるべくシンプルなものを選んできてることが多いですね。家の中だとインナーなのにインナーだけで過ごしてたりとか、あとまあお仕事の日はそうですね、まあ、TPO に合わせて、うん、でもインナーは基本的にベーシックなものをお気に入りのものを集めておいてそれを着回すっていう感じです。最近は長く愛用できるものがやっぱり本当になんかこうシンプルなものとか、うんうん、なんかこうずっと着そうな服だなっていうものを選びがちです最近